FA 移籍。恐ろしい事実発覚。右肘靭帯を損傷するも、試合にて大活躍を続ける大谷。一方、主力メンバー6人をウェーバー公表したエンゼルス。この件を受け、とある米記者は、チーム総年俸の削減を図ることで大谷残留を狙っている。この時期に主力選手の大量放出はそれ以外に考えられないといった趣旨のコメントを残している。そのための主力放出、めちゃくちゃ粘ってて草、絶対にエンゼルスから移籍して。大谷さん、もはや大谷が残る理由は一もない。トラウトは気の毒だけど、大谷さんは胸張って出て行っていいと思う。戦えないチームで選手としての全盛期を無駄にしてほしくない。このチームは最終戦まで試合はできるのかね。大谷は勝ちたいなら移籍しかない。大谷さんにしてみればエンゼルスが好きでも来シーズンの仲間がどうなっているのかもわからないのでは。難しいよね。大谷翔平さんの性格的には短期契約で残留するような気がしますね。仲良し負けチームが好きならエンゼルスに残ればよいし、WBC のように勝ちたければドジャースしかありません。沈んでいく船に残された大谷翔平、PO を諦めた以上、今季で FA になる選手を放出するのは正しい判断ではある。年齢的に全盛期にあり、ワールドシリーズに野心がある選手なら、誰であれ、再建モードに入った球団には痛くないだろう。なんとなく、このチームにずっといそうな気もするけど、個人的には来年、ヒリヒリできる強いチームに行って、今以上の活躍を見たい。エンゼルスは来年以降は、アスレチックスまではいかないけど、タイガース並みのチームになるだろうよ。大谷残留に必死すぎて笑う。ここまでやって残留してくれると、本気で思ってんのかな？大谷、僕は移籍するのに何やってるんだ。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。